めちゃくちゃ気持ちいい。はい、おはようございます。おはようございます。CSB の中島翔です。丸山孝夫さんです。丸山孝夫です。丸山孝夫キャンプ、今日は2日目です。昨日バンプスのちょっと基礎を教えていただきましたけども、今日はどんな感じですか？そうですね、基本的にはそのベーシックのところなんですけど、はい、昨日より細かくカービングのところをやることにして、しっかり外足に荷重ができるようになってます。はい、そこを使ってコブに取りに行きたいと思います。わかりました。はい、じゃあ少し最初はグルーミングから。そうですね、はい、こっちの体の動かし方を、はいはい、それでは今日も行ってみたいと思います。よろしくお願いします。外足のインエッジから外足のインエッジ、アウトサイドインエッジとアウトサイドインエッジ、その外足のインエッジからインサイドから外足のインエッジ。これがフラット。This is a hip place here. で、これがターン。Back。この腰の位置が、これがセンターで、これがエッジング。So weight on the right side leg。ここからリリースしながら。Outside the left side。ここから。
ここはバーッと。So most of the people doing back like this. ちゃんとここからはこの足の腰がこっちに入ってバックして more bent hip joint。両足がこうやって曲がっててフラットに乗ってる人はここでいくらフォーワードってやってもスキーが下向かない。So if the both side same length, so when you release, ski doesn't turning to the fall line.ここから腰をフォアで下向きながらバーフォア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 ここ後ろ前で外れないように Don't leap from inside edge of outside ski。 ただこれがこの腰がこのインエッジからこうやって外れたら This is not good, right? 乗ってない。ここに乗ってる、乗ってない、これ乗ってない。 So good, yes, good。 これをちょっと探してください。 Fine, your position。これ曲がったら、ポジションを戻しながら次のインエッジに乗る。こう、こう、ここに当たるときに少しプラス向きぐらいなつもりで。
ました。はい、丸山高尾キャンプ、2日目終わりました。イエーイ。今日は、もう少しカービングからショート系、ショートターン系を、バンプして行うショートターン、二回りのショートターンを練習しました。明日はどんな感じで来ますか？そうですね、明日も今日の流れがいいのかなと思ってるんで、はい、今日の流れを中心にやりたいな。わかりました。Okay, we're gonna keep continue to practice till tomorrow. All right? Okay. You got ready? You. All right. Okay. Okay. 2日目終わりましたので、また明日楽しみにしてください。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。See you guys! Bye bye! Thank you! めちゃくちゃ気持ちいい。